しののめアンブレラ君。いわゆる野球人の私としては、やがましいわ。やがましいわじゃない <laughs> 知らんがなっていう。<laughs> 今言い直したやつも失礼なんだけど、ボケとして捉えたから、えー、いわゆる野球人の私としては、左利きかどうか重要な項目で、左投手の場合、右打者を代断されてしまうことがありますってことかな。傾向があります。サッカー界における利きを重要な重要なお願いしたいのですが、学生時代に、えー、右ウィングは右利き、左サイドばっかり左利きの選手を起用していたあの頃の自分に活を入れたいです。 まあ、重要というか、なんていうのかな、この判断基準の一つにはなりますよね。左で仕掛けるウィングの外側上がるときに左サイドバックの方がスムーズにクロス上げれるみたいな。だから、試合の中で起きる現象、起こしたい現象から、その利き足っていうのも重要な判断ポイントになると思います。さあ、俺に言わせてみれば、もう長すぎて読みたくないけど2000円もらってるからい,いずれ読むわ。<laughs> 目は見てるけど脳が拒否してる。 ちゃんとしろよ、お金もらってんだから。でももう、Google のシステムがもう、スパチャを、もう、拒否はできないからな、もう、お金ぶつけられてるみたいな。でもまあ、ちゃんとした質問だから悪いことではないから、俺の人間性が悪いんだけど、これは。こんな人間になっちゃダメだよ、みんな。今だ 俺にはすでれば僕、私は何があっても折りさんを信用していませんでしたが、今確信しました。彼は本当に感じたことを抽象的、具体的関係なくメモしたいると思われます。建築して人間関係疲れ、鬱になって休職中の私が今猛烈に創作力がさえ渡り、3D プリンターを衝動買いしてしまったことが他人とは思えないのです。気づきの部分が強くない。それを土田場で生かすイメージが完全に一致しました。彼,彼は表現したのです。でもサッカー界の未来のためを思って、優待していただきたい気持ちは今も変わりません。スパチャありがとうございます。社民ね、スパチャも嬉しいんですけど、僕、シュアボー東京でチームやってまして。はい。それでね。 この週休学来て本。今、いいよねこういう時だから、こういう本。もう5万6千部増刷されてもう去年カドカでね、売れた本ベスト10に入ってるんで。よかったら皆さん見てください。俺に言わせてみれば、俺、俺だ、本当は短いスパチャしたいのよ。だから自分が怖いの。っかとで。<laughs> そっか、そんな狂気性を持ってやってるんだ。と、ね、アル中みたいな。スパチャ中なんだね。 どんどんスパチャしてください。こうね。文書かないでくれれば嬉しいから。うん。俺の右手、スパチャが止まらねえ。<laughs> そうだろう。俺、スパチャ人に売ったことあるけど、カードの番号を入れたりとか、止まるぞ、いっぱい、タイミング的にあれ。ちのみアンベレラ君、スパチャ、ありがとう、七海さん。攻撃守備時、可変、まだ理解してない説あるけど、彼の引退時代にミスチューの桜井さんがサプライズで来て、全部持ってかれたから、人を聞き足して判断するのは良くないと思。もう、もう、あっちこっち行ってんだ、もう、本当に。<laughs> 思想が渋滞しすぎて交通事故起きてるだ。 ナナミさん解説の時にね、3、4で可変するチームを見て、これ3なのかな ?4 なのかなってずっと言ってたのはずっと忘れないですね、僕。もう吉田亮介くんスパチャありがとう。ピンクピンク,ピンクフリー頑張ってください。しかも応援してくれてありがとうございます。えー、t、t バーか。 そこを不成人するんだ。TVer <laughs> の解説わらなくてこっちでいつも聞いてます。そこを不成人したからってディスって意いみたいなさそうだけど。試合で起きる現象を言語化して聞いてて楽しいです。募モンしておきます。サッカー経験者としてもっと早く出会いたかったです。嬉しいです。ありがとうございます。TVer ってエロいことだったり悪いことじゃないね。TVer、まあの、でも、だって誰呼んだら解説いいのかみたいなも別にそんなん考えてないじゃん。だし、 解説なんだからちゃんと喋ろうと思っても、もう、解説者って元選手で別に喋りのプロじゃないから、頑張ってるね、みたいな目線がいいです、まあ、めちゃくちゃ上からだけどね、これ。でも上ですから。<laughs> そう、嫌なやつだからね、俺は。喋、う、る、ん、の苦手だけど、元日本代表だから呼ばれて頑張るしかないじゃん。うん、だから頑張ってるねって見ときゃいいんだよ、うん。なのにこっちはもうサッカーの解説でしっかり言語化してみたい。いや、もうお前の思い乗っけないでくれるって思ってるみんな。でもこういうのちゃんと言うと、 怖い人みたいになるな